エクスペリアは、ソニーのスマートフォンタブレット端末、およびソニーのタブレット端末などのブランド名である。商標権もソニーが所有している。ブランド名は、エクスペリエンスとラテン語で場所を意味する設備時、イヤを組み合わせた造語であり、様々な体験を生み出す場所という意味が込められている。ソニーが2008年より販売している、スマートフォン。 スマホの普及期である2010年代前半には日本で非常に普及していたスマホであった。日本国内においてはアップル社の iPhone のシェアが非常に大きい中国内シェアの前世紀となる2013年には iPhone に次ぐ国内スマホ市場に国内アンドロイドスマホ市場1位の高いシェアを誇っていた。その後2019年第3四半期現在の 国内スマホ市場においては、第5位以下の、その他となっていたが、2021年上期にはアップルに、次ぐ国内スマホ市場2位、国内アンドロイドスマホ市場1位の座へと戻った。世界スマホ市場においても、スマホの普及期である2010年代前半には、非常に普及し、当時は、サムスン電子のギャラクシーシリーズとともに、アンドロイドスマホの代名詞であった。 前世期となる2013年は約3900万台、2014年も約3900万台というスマホ市場がまだ小さく、メーカーもたくさん存在した当時としては高い出荷台数を誇った。また市場シェアの前世期となる2012年度第3、四半期にはサムスンと アップルに次ぐ世界スマホ史上3位の高いシェアを誇り、エリクソン社の拠点があるオース州でも、日本と同じほどの高いブランド力があった。しかしながら、スマホ市場が拡大するにつれて、中国勢の急速なシェア拡大に押され、2019年度の世界スマホ総出荷台数に占めるソニーのシェアは約 0. 2、約0.2%と、販売台数と、 市場シェアは著しく減少した。ソニーがエリクソンとの合弁を解消した2014年以降は赤字が続いていたが、2019年には新フラッグシップのエクスペリア1を発表し、構造改革のフェーズが終了したことを宣言。市場を日本市場のみに絞り込み、高付加価値商品の販売に特化することで、2020年度についに黒字化を果たした。 2019年よりサービスが開始された高速通信システムの 5G 世代での巻き返しを予定しており、ソニーモバイルは2019年5月に日本、ヨーロッパ、台湾、香港以外の地域からの撤退を発表したが、2019年9月にはソニーエレクトロニクス現地法人を通じてマレーシアやベトナムなどの東南アジア地域に再参入。それ以外の地域でも、 エクスペリア1シリーズを掲げてソニーとして続々と再参入を果たしている。2021年には世界で初めて HDMI 入力に対応したエクスペリアプロを発表し、プロフェッショナル向けの最高級スマホとしての位置づけを明確にしている。2020年度の世界出荷台数は290万台。2008年10月、旧ソニーエリクソンは、 最初のエクスペリアブランドの端末としてキーボードを搭載したスライド型でオペレーティングシステムに Windows モバイル6.1を搭載したエクスペリア X1 を欧米諸国向けを中心に発売した。翌年には Windows モバイル6.5の搭載やカメラなど性能向上を図ったエクスペリア X2 を発売した。2010年に発売された エクスペリア X10 では Windows モバイルに代わり Android を導入しており、以後エクスペリアブランドの端末にはオペレーティングシステムとして Android が搭載されている。ソニーエリクソンは2005年に発売したウォークマンフォンのヒットによって、前世期となる2007年度は世界で1億台を超える出荷台数、また2007年の第二四半期には 世界の携帯電話シェアの10%を確保する成功を収めたが、アップルコンピューター社が発売した iPod によって、ウォークマンのブランド力は急激に低下し、さらには2006年に携帯電話市場に参入した、アップルコンピューター社の iPhone に押されて、ウォークマンフォンのシェアも急激に低下し、エクスペリアブランドが発足した2008年後半には赤字に転落していた。 しかし、エクスペリア端末のヒット、特に2010年に発売された、エクスペリア X10 の大ヒットによって、ソニー・エリクソンは2010年、第2市販機の世界のスマホ市場で3.4%のシェアとなり、赤字だった、ソニー・エリクソンは2010年第4市販機に、黒字化した。日本市場でのエクスペリア X10 は、NTT ドコモから2010年4月に、 SO-0HB として販売された。この機種は、エクスペリアシリーズとして、日本で販売されたのも初めて、Android を搭載したのも初めてであり、日本市場における iPhone を2008年より、独占的に販売していた、ソフトバンクモバイルに対抗して、NTT ドコモから、多数販売され、 日本の携帯電話市場において、アンドロイドスマートフォンを浸透させる、起爆剤となった。2010年度の日本のスマホ市場における、ソニーエリクソンのシェアは9.8%で、アップルとシャープに次いで、日本3位となった。アンドロイドプラットフォームとして、ソニーの他の製品とモバイル端末を融合させるという、ソニーの意向もあり、 ソニーエリクソンは2012年に合弁を解消しソニーモバイルコミュニケーションズとなった同時期には実際にソニーのグループ企業の製品とエクスペリアを融合した端末も開発されており2011年にはプレイステーションスイートに対応したエクスペリアプレイが発売された対応端末ではプレイステーションストアからゲームソフトウェアをダウンロードし端末上で プレイできる。また、PS4 のゲームを対応スマートフォンでプレイできる PS4 リモートプレイも存在する。エクスペリアブランドの発足当初は、Xperia シリーズとして多機種展開されており、エントリーモデル、ミッドレンジモデル、HD ディスプレイを採用した、ハイエンドモデル、ゲーム機と一体可視スライド式のゲームコントローラーを備えた、モデル、キーボード搭載モデル、 ミニサイズやスリム、軽量化モデル、スポーツやアウトドア用途を想定し、ハンマーで叩いても割れない、タフネスモデルなど多岐に及んでいた。しかし、ソニーのモバイル部門が苦境となった2016年より、ローエンドモデルを廃止するなど収益性の高い、モデルのみにラインナップを絞るようになった。エクスペリア Z 以降の機種で、Z1 やタブレット Z 等、モデル名に、 Z が付く機種はソニーエクスペリア Z シリーズとも言われる。ラインナップの整理に伴い、エクスペリア Z シリーズは2015年発売のエクスペリア Z5 をもって終了した。ロゴの位置は各国のキャリアによって異なっており、その位置関係は以下の通りとなる。ソフトバンク版やボーダーフォン版はグローバル版とロゴの配置が同等であり、 キャリアモデルの中では最も元のデザインに近づけている。これ以外のキャリアモデルは、それぞれ独自のキャリアロゴが入れ込まれるなどの改変が施されている。ドコモは G シリーズから AU はエクスペリア Z5 のみロゴの配置を変更している。2010年頃から2014年頃までのエクスペリアはソニーの画像である日本国内は、 オロカエリクソンの画像であるヨーロッパでも高いブランド力を有しソニーエリクソンの合弁解消直後の2013年から2014年にかけては世界で年間に約3900万台の出荷台数また2012年度第3四半期には世界のスマホ市場で5.1%の高いシェアを誇ったがその頃が ソニーモバイルコミュニケーションズとしての全盛期で2014年度に世界10位となったのを最後にソニーは世界ランキングトップ10から転落したソニーエリクソンを買収したサイのの連代もあって2014年に赤字に転落したソニーモバイルコミュニケーションズは2016年よりモバイル部門の構造改革を進め エクスペリアを限られた地域で高付加価値機種の実を販売することで2017年には3年ぶりに黒字化を成し遂げたが、それでもモバイル部門の黒字は定着しておらず、エクスペリアの販売不振によるモバイル部門の赤字がソニーグループ全体の足を引っ張る形となっている。エクスペリアが最も高いブランド力を持つ日本国内では2016年までは スマホ市場2位を維持していたが、国内スマートフォンシェアの過半数を占める iPhone には大差をつけられていた。2013年9月以降、大手3キャリアが iPhone を販売するようになってからも2014年冬、モデルの Xperia Z3 までは好調だったが、2015年末、モデルの Xperia Z4 で、 ソークに採用されていたクアルコムのスナップドラゴン810による異常発熱が問題となり人気に陰りが出始めた。その後2016年のエクスペリア X パフォーマンス以降はエクスペリア Z から一貫していたコンセプトやデザインの迷走が始まりシェアを落としていった。2017年にはシャープのアクオスに抜かれ国内スマホ市場3位となった。 また、家電量販店での販売においては、国内メーカー製のシムロック端末がメインのキャリア向けと違って、海外メーカー製のシムフリー端末などが人気であるため、エクスペリアは海外メーカーに押されており、2018年には日本国内の家電量販店の実売ランキングで、数期でファーウェイにも抜かれない読みとなった。2017年度の世界における、 販売台数は1350万台、2018年度の世界における、販売台数は650万台、2019年度の世界における、販売台数は320万台と、ソニーグループの構造改革の結果もあって、2016年以降の販売台数は年ごとに半減している。しかし、2020年以降の 5G 世代における、 巻き返しを予定しているため、パソコン事業などとは違って、撤退はせず、引き続いて、集中と選択による収益の安定を図る考えを表明している。その後、大手キャリア向け重視で、シムフリースマートフォンには非常に消極的だった。これまでの販売姿勢を転換し、2020年8月から最新ハイエンドモデルのシムフリー版を、 自社直販サイトで販売するようになった。2021年4月にソニーグループの経営統合によりソニーモバイルコミュニケーションズはソニーに解消し2021年に発売される端末からは発売元がソニーとなった。2008から2009年すべて日本国外のみで販売された。 2010年ソニーエリクソンとしては OS に初めて Android が搭載された。この年以降発売された端末にはユーザーインターフェースに独自コミュニケート UI を採用しているほか、日本向け端末には日本語入力システムとしてピオボックスタッチを採用している。2011年モガミと呼ばれる共通プラットフォームが用いられている。 2012年ソニーモバイルの次世代スマートフォン、エクスペリア NXT シリーズ。2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、エクスペリアタブレットの前身機種である、ソニータブレットについては、ソニータブレットを参照のこと。ソニーのタブレット事業は、 2011年4月26日に初公開。2011年9月1日に販売が発表されたソニータブレットシリーズに機種が存在した。その後、2011年10月にエリクソンと共同出資だったソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズの株式をソニーが全て取得することを発表し、2012年2月15日にソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが ソニーの完全子会社となり、同時にソニーモバイルコミュニケーションズへ組織変更した。2012年8月30日 IFA2012 でエクスペリアタブレットを出展することと、これまでスマートフォンのみで使用していたエクスペリアブランドをタブレットでも展開することを発表した。同年9月4日には日本市場で販売することを発表し、同月15日から 販売開始した。2021年5月時点の最新タブレット端末は2015年6月19日に日本市場で発売されたエクスペリア Z4 タブレットであり、これ以降のタブレット端末は発売されておらず、今後製造されるかは不明である。タブレットのブランド変更に伴い、スマートフォンのエクスペリアとデザインユーザーインターフェースなどを共通化している。 Xperia Z2 タブレットからは Wi-Fi 版、ドコモ版、au 版が発売されるようになった。この場合、ロゴの位置関係は以下の通りとなる。ありがとうございます。